皆さんこんにちは。今回は IF に対人戦が出るということで、昨日未来会議で出た情報をちょっと見ていこうかと思います。スクワッドジャンブルっていう、対戦型バトルイベントが来るそうで、これがなんか初の、PVP って言っていいのかわかんないですけど、チーム対抗戦みたいな感じで、で4チームで対戦すると、で生き残りをかけたバトルロワイヤルっていうのがあるらしいんですけど、ただ敵なんか他のプレイヤーを倒すってなると、PK プレイヤーキルみたいになってしまうので、なんか違う形式にするみたいなことを、竹内 P が言ってたんですけど、これがなんかいろいろ濁してたんですよね。4チームとも同じフロアで一応やるけど、ゴニョゴニョみたいな濁して、なんかやっぱ完全にその情報を出し切るんじゃなくて小出しにして、なんか注目を集めようとしてるのかわかんないですけど、とにかくこういうね対人戦の、イベントが出るということで、でイベントでやるっていうのが、なんか俺が思ったことなんですけど、そのやっぱ期間限定じゃないですか、イベントって。だからちょっと試してみて、あまりになんか良くないとか批判殺到とかしたら、期間限定なんで、その期間で終わらせる、さっと終わらせるっていう感じでできるんで、なんかお試しっていうか、なんか使用期間というか、なんかそういう感じでやってみようかなっていう感じなのかなっていうのをなんとなく見てて思いました。で未来会議で出た情報、他にもね出たんです、あるんですけど、7周年ということで、7がつく日とかにね、いろいろ、これはなんかアンケートで27日、実施するんですけど、毎月って書いてありますね。で翌月の7日に報酬を配布すると。何これ、毎月ってことはない、7周年まで毎月なんかな。なんかちょっと生放送見返したんですけど、ちょっと忘れてしまいました。これね、星音確定オーダーとか1000ジェムとかどっちかですよね、やっぱ欲しいの。俺は1000ジェムを選びました。理由はツイッター X でも言った通り、星音確定無料ガシャだとゴミみてえな星音が来る可能性があって、でゴミみてえな星音ばっかピックアップされてるっていうことが前に、てか今までそうだったんで、本当にいいやつって入れないようにしてくるんですよ、運営は。星音確定無料ガシャって、そんだったら1000ジェムもらって自分で貯めて捨て駒で引いてとかした方がいいのかなって思って1000ジェムにしました。で17日に、1000万経験値プレゼントとか、強い人からしたらクソどうでもいいんですけど、掲示板やってるだけで勝手に上がってくんで、で27日7日17日と、7、17、27って一つの月の中でやっぱ7がつく日ですね、全部。でそれ7のつく日には IF をプレイしようということで、毎日ログインしてない人でも7くらいはやってほしいなみたいな感じですねで夏といえばエギルっていうことで、なぜ夏といえばエギルなのかっていうと、なんだろうね、これなのかな、このなんだろうね、エギルよく裸にするからかな、わからんけどね、マグロ持たせたりね、ちょっと意味わかんないですね。で 100% エギルオーダーっていうのことで、1日1回っていうのがおそらく11連じゃなくて1日1枚スキル出るやつですね。エギルの微妙なスキルは多いといえば多いけど、結構分かってる人にとってはすげえ使えるスキルなんですよね本当にね、分かってる人じゃないとゴミじゃんって思えるものばっかなんですけど、分かってる人はね、結構いいと。よし、これが7月31日から8月21日まで、暑い夏をエギルと共に乗り切ろうと。なんか乗り切れんのかちょっと怪しいですよね。これ
熱いイラストですけど、これで乗り切れるのが正直怪しいですけど。で、ラフィン・コフィンが、今日までか、未来会議が昨日だったんで、今日まで復刻中と。これはなんか復刻っていうのは1日限定のイベントがあったんですよ。24時間やってるみたいな、なんかタイムスケジュールがあって、この時間からこの時間まで1時間だか2時間釣り大会で、この時間までラフコフでみたいな、この時間からこの時間までは武装席超出やすいよみたいな、わけわかんない1日限定のイベントがあったんですよ。なんか日曜日だったっけな。でもその時のラフコフの復刻ですね。まあ、なんかでも、500ジェム、あ、何ジェムだっけ？なんかジェムもらえるんで、今のうちやっといた方がいいと。で、あとはコラボオーダーがなぜか復刻すると。まあ、アバもね、出ると。あとはやっぱ、11月7日がなんだっけ？アインクラッドクリアされた日だっけ？で、なんかちょうど7周年で7なんで、まあ、この日に特別なイベントが、出るということで、ちょっと何が、出るのかはまだ分かってない感じですね。一気に情報を出すより小出しにしていく戦略ですね、これも。まあ、とにかく7のつく日は IF をプレイしようっていうのが、なんかまとめみたいで、これで終わった感じですね。昨日出た情報は。まあ、あとは今から始めると、こういう特典があるよ、的な、宣伝とかありましたけれども、まあ、とにかくこのあれですね、スクワットジャンブルっていう対戦型バトルイベントが、まあ、どういう形式なのかっていうところなんですけど、俺の予想だとなんか全て4チームともなんか同じフロアにいるっていうことなんで、例えばモブがどんどん湧いてきて、モブがどんどん湧いてくると、なんか昔の IF みたいになんかモブ大量に湧いてフルボッコにされるみたいになってくるんですけど、それをどんどん倒してって、で脱落していく人がいるじゃないですか。でそれで最後に生き残った人が勝ちみたいな、生き残ったチームが勝ちみたいな感じなのかなってなんとなく思うんですけど、まあそうじゃなかったら、でもダメチャレ的なやつは、例えばその何千万ダメージ出した方がなんか強いみたいな、なんかそういう感じだと多分運営そういうの多分実装しにくい感じだと思うんで、なんかね、その野良パーティーとかやっぱ TP 制限とかかけてるけど、あれなんか何千万ダメージ出した人が、例えば4000万ダメージから1000万ダメージの人だけ来てみたいな、そういう制限かけられないじゃないですか。だからなんかそういうやつって、ダメチャレ的なやつってなんか難しいのかなってなんとなく思ってて、実装がまあなんかそれもちょっとね、言ってること俺正しいのかよくわかんないですけど、まあとにかくなんとなくモブが大量に湧くのかなってなんとなくね思うんですけど、まあ違うかもしんないですけどね、単純になんか当たってるかどうかわかんない適当な予想なんですけど、憶測ってやつですね。まあとにかく俺楽しみですね。まあ今回はね、そういうね最新情報出たんで、ちょっと動画にしようと思って、まあ他にもまあ作ってる動画あるんですけど、まあ先にね、やっぱこういう情報、まあ、出しといた方がいいのかなと思って動画にしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。